2011年ドイツワールドカップの日本代表です。18歳から36歳、国内組と海外組、世界一になるために選ばれたメンバーです。なでしこジャパンは順調なスタートを切ります。ニュージーランド戦、出す、長里、長里のシュート、初得点はドイツで力をつけた長里選手、2対1で勝利。入ってきた、超えている、シュート、サワラー、入ってくる、サワラー決めた。続くメキシコ戦は澤選手がハットトリック、4対0の圧勝。そしてイングランド戦、ヨーロッパ勢との初めての対戦です。立ち上がり、なでしこらしさが出ません。長里が走り出している、合いません。パスをつないで崩すというよりも、まあ、長いパスを狙ってくるようなプレーが多いんですが、日本は前からプレスをかけたいというのが日本の狙いです。ああ、ここにスペースができてしまっている。慌てて戻っていく宮間ですが、これは助かりました。持ち前のパスがつながらず、前線からのプレスもかけられず、ここにもう一枚行きたいですね、プレッシャーにね。フリーで上げさせる、攻守にアクションがありません。前半15分、中に仕掛けてきたカーニー、ああ、これは要注意だ。ああ、ホワイトのシュート、ああ、決まった。日本先制されました。ボールを持つ選手に誰もプレッシャーをかけていません。完全にフリーな状態で決定的なパスを許してしまったのです。このクロスへの対応どうか。日本こぼれている、カイホリが出る、2点目。結果は0対2、完敗でした。後半の20分、イングランドに敗れて予選リーグ2位、準々決勝の相手は地元ドイツに決まります。ワールドカップ3連覇を目指す強豪国、これまで日本は一度も勝ったことがありません。3連覇を目指すドイツ、ワールドカップで初めてベスト4進出を目指す日本の体制です。準々決勝ドイツ戦、選手たちに迷いはなくなっていました。準々決勝日本対ドイツ、前半が始まりました。開始早々からなでしこジャパンが躍動します。スタミナを惜しまずに前から追っていくと言っていましたが、すごいスピードで全員が動き出しています日本。そうですね、もうあの監督も言っていましたけれども、一体一点ビハインドの気持ちで最初から行くと言ってましたね。前線からの激しいプレス、下げさせました。これはドイツの本来のサッカーではありません。それだけ日本のプレッシャーが効いているのかもしれません。しっかりパスをつなぎ、攻撃の機会を伺います。ボールを動かしたい日本、正確なパスからリズムをつかんでビルドアップをしていく、この日本のサッカーは川上さん、この大会でも多くのサポーターの支持を受けています。中央に追い込んでボールを奪う、あの戦術もうまく機能します。展開だ、大野の前にスペースがある、あーっと澤がファウルを受けたんですが、アドバンテージを見ました日本、浮かす、長里だ。ドイツのサポーターがどよめくような展開になっています。それだけ日本がいいサッカーをしています。相手にサッカーをやらせないプレッシャーがあります。下げさせる、一度も勝ったことのないドイツに
自分たちのサッカーで渡り合うなでしこたち。中央突破は難しいと判断したドイツは攻め方を変えてきます。徹底したサイド攻撃を仕掛けてきたのです。ゲースリンクえぐられる。ドイツのチャンスだ。マイナスのボール浮いた浮いた。助かった日本。しかしなでしこはこの展開になることをすでに覚悟していました。中央で待ち構えるドイツのフォワードにあえて挑む1対1の勝負。ワールドカップ初出場、20歳の若きディフェンダー熊谷選手。ドイツの猛攻をひたむきに跳ね返します。0対0で迎えた延長後半。奪う鮫島。前線で奪ったボールをしっかり回し、ドイツサポーターの手拍子がどんどん大きくなってくる。澤選手からのラストパス。丸山シュートができるのか。丸山来た、シュートだ。日本先制だ。決めたのは途中出場の丸山選手です。手拍子がどんどん大きくなってくる。岩渕沢裏へ丸山シュートができるのか。丸山来た、シュートだ。日本先制だ。延長の後半3分、日本先制点。なでしこジャパンを象徴する決勝ゴールでした。ドイツに初めて勝った勢いのまま準決勝のスウェーデン戦にも快勝します。2011年7月17日、ワールドカップ決勝、相手はアメリカ。これまで24回戦って一度も勝ったことがありません。選手たちはある映像を見て試合に挑みました。はい、サッカー日本女子代表が歩んできた30年の苦闘の歴史。女がサッカーなんてと言われた日々。9対0になりました。世界の壁に跳ね返され続けた日々。先輩たちの思いを胸に世界一になる。なでしこジャパンのサッカーを貫く。試合はアメリカの猛攻で始まりました。この30年を物語るように。左でピンチだ。アメリカのチャンスだ。浮いたラピノー。日本ピッチ。圧倒的な体格差。たった一人の世界基準と言われた澤選手。その背中を追い続けた若いなでしこたち。選手点を取られても、アメリカが抜けた。チャンスになった。シュートだ。仲間を信じて立ち上がり、中で待っているのは丸山。丸山だ。ディフェンスは小林。宮山が押し込んだ。日本同点。日本延長後半14分。引き離されても、決して諦めず、ひたむきに。
点。絶対に勝つ。迎えた PK 戦、佐々木監督は笑顔でした。みんなにお願いと託した澤選手。決めれば世界一、若き熊谷選手。満開に咲き誇ったなでしこジャパン。サッカー日本女子代表、30年の悲願達成です。